明日にも要請すると表明しました。愛知県の大村知事は今日、民放の番組で明日にも東海3県の知事による会議を開いた上で、岐阜県とともに政府に対して新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言の発令を求める考えを示しました。愛知県は酒類を提供する飲食店に午後9時までの時短営業を要請していますが、緊急事態宣言の対象になれば全ての飲食店で午後8時までとなる見通しです。